平成のファンシーグッズあるある。1クローバー。クローバーと犬の組み合わせは鬼に金棒すぎる。2イッフェル塔。とりあえずイッフェル塔と懐中時計ついてたら大人っぽいと思ってた。3アリスモチーフ。平成のオタク女子はみんな通った。4レインボー。派手であればあるほど色は多ければ多いほどイケてた。私はピンクが好きで気がつくとピンクばかりになるので、今日はあえてピンクを封印してシール帳を作るよ。よりリアルな平成女子のシール帳っぽく、統一感を出さないのがポイント。でもあのごちゃっとした統一感のなさは、シール交換して頻繁に中身が入れ替わる本当の平成女子にしか出せないんだよな。いつかシール交換会したいな。完成へ。結構いい感じに本物感出せた気がする。